アマルベ駅は兵庫県姫路市青山北一丁目にある西日本旅客鉄道姫新線の駅である。改修工事前、姫路鉄道部への入出港を兼ねて、姫路駅と当駅を結ぶ区間列車が設定されている。当駅名の由来は建設当初の所在地名である鹿間郡アマルベ村である。姫路市駅には伊保郡アマルベ村を前身とするアマルベ区という広域地名が イボ川東岸にあるが、東駅は道区から直線距離で約 9km 離れた夢前川西岸に位置しており、アマルベクとの関係はない。山陰本線のアマルベ駅とは漢字表記と読み方が異なる。アマルベ駅の開業が1959年であり、1930年に開業した東駅との重複を避けたためとされる。相対式ホームに面2線構造で、 交換設備を備えた地上駅で一線スルーではない。安全側線は、姫路より2番線に、針間新宮より1番線に設置されている。互いのホームを結ぶ、個線橋はなく、構内踏切によりホーム間の移動が可能。姫路鉄道部が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅となっている。 駅舎は木造。駅舎内部には切符売り場、待合所、改札口、自動券売機が設置されている。構内踏切は2本のホームを結ぶだけでなく駅の裏手をも結んでおり、駅裏手から駅舎を通らず直接ホームへの出入りが可能。工事前までは乗り場番号がなかったが、工事完了に伴い設定された。駅舎側が2番乗り場である。余部駅の 約700メートル南東で、夢崎川が、支流の菅尾川を合わせる。姫新線は、合流点南方で夢崎川を渡っており、針間高岡駅余部駅間の北側車窓から、合流点を望むことができる。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は2,228人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。 ありがとうございます。